暗号通貨全銘柄暴落の中で、私はモッピーから今5万円が入りました。おかげさまでね、インターネットの環境をソフトバンクから au に切り替えてモッピーを経由したんですけども、こちらの方ね、5万と6万足して11万という報酬なんですけども、なんとかね1月に切り替えたこの光回線が承認されて、今6月になろうかという今、数ヶ月遅れで5万円入りました。ありがとうございます。そして今年の11月か12月には残りの6万円も入ってくる見込みでございます。という形でね、モッピーの au 切り替えは1年ぐらいかけてなんですけども、11万きちんと入りそうです。いや、よかったです。で、契約時になんか余計な有料オプションを申し込まないといけなかったんですよ。で、最初の1ヶ月2ヶ月は無料なんで、そのうちね、自力で外してくださいっていう例の外し忘れの課金を狙うやつですよ。これ外してなかったんで、今からやんないといけないですね。忘れないようにやんないといけない。うん。それからね、インターネット回線は皆さんお持ちだと思うんですけども、切り替える際にはモッピーを通じてやっぱ au にしたりとかね、他の会社にしたりとかっていうのをやると、切り替えた、まあそこでのバックもあるかもしれませんけど、まあなんせね、モッピーでポイント、例えば11万ポイントもらえば11万円分ですからね、これはものすごく大きなインパクトになると思います。まあこの11万円をネタになんか投資活動もできますし、最近でしたらトロンというのがね、タダでもらえるよみたいなキャンペーンがビットポイントみたいなね、暗号通貨取引所でありましたけども、その3000もらったりとかで、 au からもらった11万円をそこにぶち込むとかね。だからね、今0円でも投資ができる環境ってのはあるんですね。まあでも基本的には余剰資金がきちんとコンスタントにできるまでは投資は我慢してビジネスをマスターした方がいいと私は思うんですけどもね。まあとにかく今回モッピーから5万円かなり遅れましたけどいただきましたんで、報告させていただきました。で、同じようにモッピーに、アカウントを作って、モッピーでポイントをね、au に切り替える光回線以外にもいろいろありますんで、そちらの方を試してみたい方は動画概要欄にモッピーの URL つけておきますので、そちらからご入場ください。で、わからないことがね、モッピーでありましたら私もお手伝いできますので、どんどんメールをいただければと思います。それでは。